くって。だいたい一回100円。1年じゃん。土浦に伝わる古いことわざに土浦に過ぎたるものが二つある。時の太鼓と関の鉄砲というのである。今年は特にこう参加してくれる人が多くてね、今朝ほども50人以上来てましたから大変嬉しく思ってます。大切な文化を末永く誇りを持って継承していきたいということで、年に一遍時の記念日にこういう行事をしております。ずっと、補足ですが末永くやってきます。